皆さんこんにちは、ベンマックス TV のベンマックスです。今日はですね、インターナショナルウォッチカンパニーの R810A という時計を紹介したいと思います。これはですね、この時計はだいたい1960年代の頭ぐらいに作られたモデルですね。インターナショナルウォッチカンパニーっていうのは今では IWC っていう名前になって、売られています。で、文字盤にもですね IWC っていうふうに入ってるんですけれども、ここの時計のこの時代のものは、インターナショナルウォッチカンパニーという、筆記体でですね、書いてある仕様になっています。で、 IWC の創業者っていうのがですね、1860年にですね、フロレンタイン・アリオスト・ジョーンズさん27歳がですね、ライン川の、ところで、スイスのライン川にのそばでですね、創業を始めたということです。で、ライン川を挟んでね、すぐドイツなんですけれども、そういう、環境下で、事業を始めました。で、この会社はですね、質実貢献でですね、この時計は、実は義理の父親にもらったんですけれども、この1962年ぐらいだったかな。で、日本にはですね入ってなかったらしいんですね。で、香港に旅行に行った時に買ったらしくてですね、大学生の初任給2万円の時代にですね、大体22万ぐらいで買ったって言ってましたね。で、ロレックス買おうかなと思ったらしいんですけど、みんなロレックスはしてるんで、同じは面白くないから、じゃあなんかないかなって探してたところですね、香港の店主がですね、お店の店主がですね、これがいいよと、パイロットが使っているから絶対狂わないと、そういうことを言って、セールスしてきてですね、それで義理の父が買ったというものです。で、義理の父がですね、もうほとんど全然オーバーホールしないで、この時計使い続けたらしくてですね、これ譲り受けたのが私27歳の時なんですね。ですから、そうですね、もう、1995年ぐらいかな、ですから1960、30年以上オーバーホールしないで、買った時からオーバーホールしないで使ってたという物です。ちょっと全然メンテナンスしてなかったんで、それでもですね、この時代の時計の作りの良さっていうのは本当にもう感心するもので、まずリューズが硬くならないんですね。普通最近のムーブメントって、皆さんだんだん使わね、日にちが経ってくると、オーバーホールが近づいてくるとリューズ硬くなってきませんか。硬くなってくると思うんです。私の持っていた14270のエクスプローラー1もですね、平成13年にオーバーホールして、平成30年に、売っちゃったんですけれども、かなりリューズが硬くなってまして、と思ってたんですけど、あるお店の人から、3000系はですね設計ミスなんですよって言われて、あ、そうなんですか、最近 の時計はみんな設計がうまくなくて、そういうことがよくあるんだよと、昔の時計はもうどんな時間がなってもジゴジゴ負けるから大丈夫だって。で、確かにこの時計も全然重たくなくてですね、開けるんですね、簡単にね、すごく
軽いですね。ですね、振動数はですね、秒間 5.5 振動です。で、今の、あのロレックスの、あのモデルは全部、今は8振動、秒間8振動なんで、これはいわゆるロービートってやつですね。で、ちょっとこのインデックスバーとか見ていただきたいんですけれども、この仕上げがですね、素晴らしいですね。このドットインデックスバー、この埋め込みもね、多分職人さんの手で一個一個やっていったんですよ。もう研磨しながらやっていったと思うんですけれども、あとですね、もっと面白いのはですね、この秒針の、あの秒のところの、ボッチンね、あのここの点々点って入ってますよね。これもですね、なんかこう、なんですか、ちゃんと埋め込まれてるんですね。結構金がかかってるなと思って。まあ、あのケースはですね、多分汎用のケースだと思うんですけれども、そうですね、まあこういうのを使ってる、ブライトリングなんかもこういうのを使ってたっていうようなのを見たことがあります。それでこの時計に搭載されている機械はですね、キャリバー8541という、機械が組み込まれています。巻き上げ方式はですね、自動巻きで、ペラトン方式という方式が、採用されています。ペラトンさんという人が開発したものなんですね。でこれね、何も書いてないんですけど、これエンジニアだったらかなり高くなっちゃうんですけど、このタイプはですね、だいたい18万から20万ぐらいの間で、売られてますので、とても買いやすい商品だと思います。これはね、私も結構気に入ってて、結婚式とか、そういうフォーマルなシーンで使うとですね、とてもよく似合うと思います。あとビジネスなんかでも使うと結構いいかなと思っています。またですね、このタイプのエンジニアって書いてあるタイプはですね、エベレストの初登頂に成功しています。エクスプローラー1が出る前にオイスターパーペチュアルが、初登頂したっていう記録がありますけれども、実はこれのエンジニアも、エベレストに同行しているという時計です。でとにかくですね、パイロットウォッチが、インターナショナル得意なんで、マーク11っていう時計はあるんですけれども、その時計なんかはですね、イギリスの、空軍の、オフィシャルっていうのなんか変だろうな、正式に採用されたあの時計ですね。で手巻きでキャリバー89が入っている、のがその、マーク11というものなんですけれども、マーク12とかずっと今マーク15とずっとつながってて、いや、あるんですけれども、ちょっと私が今手つけないのはちょっと今、一時エタの機械使われてたんで、それのそういう理由でちょっと手つけませんでした。最近はですね、また機械、インターナショナルがですね、自社ムーブメントに乗り出しまして、スピットファイアーとかですね、あの辺のモデルが、自社ムーブメントとなっております。でこれカレンダーの、早送り機能はですね、ちょっと古典的なんで、こう回していってですね、こう変わりましたね。でまたもう一回いってこうやって進めていくという、そういう方法になってます。で運針がね、ちょっとやっぱり
悪いですよね、見てて。なんかつまずいてるみたいで。ですから、これ、実は、インターナショナルっていうのはですね、全部シリアル番号が控えちゃってですね、で、これ、あれなんですよ。スイスの本社でオーバーホールしてもらえるんですよ。永久的に。インターナショナルウォッチカンパニーがある限り、永久に、オーバーホールしてもらいます。それ、ロレックスはですね、生産終了から25年で部品がなくなって、正規のお店で、正規の代理店ではもう、オーバーホールしてもらえなくなるという、ちょっとそういう時計ですので、こういう質実貢献な、ね、時計ですね、これとか、あとまたパティックフィリップなんかも、視野に入れてみるというのもいいかもしれません。でもやっぱりね、なんだかんだ言って値段が上がるのはロレックスですから、これなんかはですね、本当に先ほど見ました通り、大学の初任給が2万の時に、22万で買ったと言いましたけれども、今中古での相場がだいたい18万から20万で、これのいいものが、ね、買えると思いますんで、残念ながら資産にはなりませんけれども、これ昔ね、先生と言われた人がねつけてたんですね。まだ学校の先生じゃないんですけれども、教員とかじゃないんですけれども、いわゆる代議士とかですね、お医者さん、ドクターですね、そういう先生ですね、あと弁護士の先生とかですね、そういう方が使われてた、時計です。でこれもね、今ポートフィノという形で多分出てると思うんですけれども、あれはもう紛れもない下手の機械でですね、でこの時代の本当に機械はもうすごく良くてですね、なんていうんですか、中がですね、懐中時計をですねぎゅっと小さくして、その上に自動巻きの機構を乗っけたという形になっています。これのライバル機はね、やっぱり、ロレックスで言えば1570とか1560とか、あの辺のものだと思います。でちょっとこれね、裏蓋開けてみますね。すごく綺麗なんですよ。はい、開けてみました。こんな感じです。やっぱりテンプがかなりロービートですよね。とても仕上げも綺麗ですし、これシースルーバックで見たいな。これ実ね、もう非防水なんですよ。ですから、気をつけて使ってくださいって言われてるんですけども、オーバーホールしてからですね、実は一回も使ったことなくて、27の時にオーバーホールして今53なんで、そうですね、25年ぐらいですか、使ってるわけ、オーバーホールしないでそのままでいるわけなんですけれども、本当にね、機械本当にいいですよ。やっぱり全然ゼンマイなんかもですね、硬くならないですね。リューズなんか硬くならないですし、もう、このローターもね、特にベアリングとか入ってるわけじゃないんですけど、もうくる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 回ってね、いやもうすごいなと思ってるんです。本当にいい時計だなと思います。ロレックスとかにねこだわらず、こういう、隠れた、名機みたいのも探して遊んでみるのもいいかなと思います。下手にね、変なメーカーに手出すよりは、インターナショナルウォッチカンパニーみたいな、もうほとんどもう、雲上の、時計に近い、もうほぼ近いですね、もう。ね、そういう時計をね、アンティークとか探して、コンディションのいいの見つけて、
そういうのをするっていうのもね、一つの手だと思います。とても僕素晴らしいと思いますよ、これ。このなんていうんですか、これ僕よくわかんないんですけど、この後ろあのムーブメントのね、仕上げとかね、もう当時ならではのね、あの技術ですからね。あと、まあ、あの風防はね、プラスチックなんですけれども、こういう時計で、まあ、時計屋でね、修理って言いますか、オーバーホールしてもらってもいいなりいいですし、またあのインターナショナルウォッチカンパニーのね、本社でまあ、オーバーホールしてもらってもいいと思います。で、一回ね、インターナショナルウォッチカンパニーの本社でね、やってもらえばね、近くの、その町のね、時計屋さんでもいいと思いますんで、これ結構おすすめです。こういうものが私の実は持ってます。はい、そういうことでですね、今日の動画を終わりたいと思います。ではまたよろしくお願いいたします。失礼します。